はい、はい、アマレオンです。アマレオン、いい発音が良すぎます滑舌だいや、ミニでしょ、どっちか言うたらあと今日は大人気シリーズ、はい、フェアウェイウッドどうするのシリーズ。あ、なるほど、はい、フェアウェイウッドの組み合わせって4つあると思います。 50g のドライバーを入れた時にスプーン、クリーク、50、50、スプーン、50、クリーク、60っていうタイプもおるし、はい、スプーン、60、クリーク、60ってこともできるし、はい、60、70っていうこともできるんですよ、はい、まあまあ一般的に考えられる組み合わせって大体4つですよね、今さっき言った。まあパターン的にな、はい、重量とは別として、その重量フローをどうしたらいいですかっていうお客様に対して僕らは硬さのフローとな、はい、うん、今からもうデータで証明していこうかなと思います、はい、以前三菱さんの TB をやらせていただきました、はい、ただ三菱さんのシャフトって振動数をすごい揃えられてるからフレックスでな、重量変わっても振動数はほとんど変わらへんと。極端に言うと 4S と 8S が同じ振動数みたいな感じで出るので、はい、藤倉さんはちょっと違うので、だから今回は藤倉さんのシャフトでどうなるんだっていう検証をしていきたいと思います。ドライバーを 50S で組んだ時のフェアウェイウッドのタイプを測っていきます、はい、じゃあまずもう早速なんですけどドライバーから行くんですが、長さはメーカーの標準値と一緒です、 45.25、はい、スプーンが43、はい、クリックが 42.5、はい、でピンの425入れてます。でバランスは、バランスを 50S の時にD の3に揃えてます、スプーンもクリークも、はい、はい、なのででも早速いきます。バランスは D3 なんで重さと振動数 50S 計測していきます、はい、309 253ですね。スプーンいきます、 50S 計測していきます、はい、323、はい、ちなみに、はい、チップカットはしてないですね、スプーンは。スプーンはチップカットしてないです。クリークだけ 0.5 してます。はい。あら?1しか変わらん。あら、これはちょっと問題やぞ。よくない。以前はもう556が正解なんじゃないかっていう風な答えで出てしまったんですけど、TP の時。もしかしたら今回そうじゃないんじゃないか。シャフト長どれぐらい差があるんやっけ。シャフト長が 1.5 インチ、バット側でスプーンの方が短いのに振動数は1しか変わらんと。まあヘッド重量の重さが差があるとはゆえ、物理的に短い方がもちろんね、振動数が出やすいから硬くなるはずやな、バランスも揃えてるしな、はい、不思議やな。クリーク、クリークの 50S を計測していきます、はい、チップカット 0.5 入れてます。 326、ああ257、重量が、5番、スプーンとクリークの差があんまり良くないね。555でいくとそうですよね、うん、重量の差がなくて、まあ、硬さの差もスプーンとクリークちょっと狭いかなって感じやな。じゃあ次は50、50、60になった時の想定で、はい、チップカットしてへんかったら全部揃ってたんじゃん怪しくない？逆転までありますよ。クリークの60です、はい、クリークの60です、はい、はい、計測していきます。一応バランスを、バランスね、確かに D の3から上がるのかという。上がるでしょう、前回の。お、ほんま上がるわ。フルスペックをやったんで D の4になってます。 D の4、333、263、これチップカット 0.5 やね。はい、なんかここちょっと一気にいってる気がするな。ちょっと開きすぎてる気がするな。ドライバーとスプーンが2インチ強あってスプーンとクリークは 0.5 しかないことを踏まえると開きすぎかなとは思うんですけど、そうそうそう、振動数的には、振動数が 5S じゃちょっと心もとないというか。そうやな、ちょっと 5S がいまいち。じゃあ次60のスプーン入れて566の時の組み合わせを測っていきたいと思います。566ね、スプーンの 60S を計測していきます、はい、ここがねすごく綺麗に出るのが今回のスピーダー NX の特徴かな。バランスがすごい綺麗に出る。はい、D の4ぐらい、331、259、やっ
ぱ567になった時が一番綺麗なんかなと思いますね、今回の NX。 いや俺一つひょっとしたら答え出たかもしらん、俺の中で。はい、後で言うわ。クリークを70入れて567のセッティングの時、567のセッティングね。はい、じゃあクリークの 70S ですね。 D の5で出るかな。うん、 D の5ですね。これはな、重すぎるね、やっぱり267。なるほど。仮になんですけど、うん、チップカットせんかったらどうなるんやと。クリークね。はい、クリークを、はい、で、せんかった時の方が案がいいの出るんじゃないか説、特に567になった時。なるほど。っていうのを踏まえて、なんとティーオリーブ用意しました、チップカットなし全部チップカットなしです。俺な、はい、ちょっと一つ答え出たんがあんねんけど、はい、またシャフト用意せなあかん。そうやろ、待ってマジですか、こんなん僕と考えとることまるっきり違いますわ新しい考え方を。そうね、チップカットなしクリーク 50S を継続していきます。ちなみにチップカットありの振動数は、ありの振動数が257。257、チップカットによってどれほど変わるのか。はい、おお、5も変わるっていうか、これやらかすぎ。逆転したってドライバーよりやらかお前ドライバーよりもやらかいっすねスプーンがとか言いかけたけど、さらにドライバーよりやらかい。はい、じゃあチップカットなしのクリークの 60S 計測していきます。はい、アリの時は 0.5 チップカットで263。263ですね、うん、おお、4か。大方4-5ぐらい変わるということやね、チップカットで。そうですね、この感じやったらクラフトマンの方が見てたらそらそうやんってなってるやろうけどな。僕らも分かってやってる部分はあるんですもちろんけど、それを皆さんに分かりやすく伝えてるという。そうそう、チップカットしたらこうなるんだよっていうのをね。チップカットで体感どうなのか僕気になりますけど、ね、確かにな、先動かんなるんかとか。クリークの70の S、はい、計測していきます。確かに、さ、なんか全体が硬くなるのか先が動かんなるのか、僕打った時の方がすごい変化あるかもね。265、あ、2しかかな。チップカットなしありの時が267。えらいここは差があれやな。詰まりましたね、うん、答え差かな。僕の中の答えを言っていいですか。うん、僕はチップカットありで、うん、567かなと思いますね。7はやっぱりスプーンに持ってけへんのちゃうか。じゃあクリークに、あードライバーとクリークの差を 20g 違うのにはないかな。俺が思ったんは556で、556でスプーン 0.5 チップカットで、クリーク1インチチップカット、振動数の差がなさすぎたんで、ドライバーとクリーク重なって、重なるからちょっと重なるやろ、でチップカットも入れたらええぐらいの差なるんかなっていうふうに思ったんで、はい、またそれを、そうほんまにだからそれがええような気がする。じゃあその店長結構 0.5 でもええかもしれんの。あ、わかった。はい、ひらめいた顔せますね。歴史が変わります、クラフトの。スプーンが254やったからチップカット 0.5 入れたら258か9ぐらいになるやろ。で、60のクリークが263やったから、これも5ぐらいある。268。ってことは、クリークの60でチップカット 0.5。あ、なるほど。0.5、0.5。あ、わかったかもしれん。出た。出た。スプーンの0.5 チップカットのシャフト作ればいいね。重さで CPM が出る分、チップカットの量は変えんでもいいだろうっていうことですね。そう、だからデータとしては綺麗かもしれんけど、あとは振り感、 それをちょっと明日、明日ちょっともう時間がもう残業してるんで明日、スプーンの 50S でチップカットありを作って検証してみましょう。はいはい、はい、ということで翌日になるんですけど、はい、50S のチップカット 0.5 でスプーン用を作りました。昨日言うてた俺のやつね、はい、俺の提案ね、これでいい感じで出るんじゃないかという。チップカットしてます 0.5。 何歩ぐらいで出たらいいんでしたっけ。259。259ぐらいで出たらいい。8 8か9か前後。じゃあ行きましょうか。はい、多分これがもう最強やと思う。ドライバーが
253でクリークが263で出たから、その間で出たら、ね、おはいはいはいえ、ちょっと待って、これは紙布団の言うた通りになったんじゃないかな。これ NX の黄金比です。出ました。データだけで言うと、あくまでデータだけで言うと、うん、556のチップカット0 0.5 0.5 ってことですね。そう、これもベスト。あくまでデータだけですけど、振り感がどうなるかは分かんないですけど、はい、これよひらめきましたね。データ重視する人はこれで、これも黄金比よ。じゃあ売ってみよう。はい、ちょっと売ってみますか。あとは振り感だけや、はい、よし。じゃあ次の動画は売ってみた動画で、はい、出したいと思います。はい、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。サイトペイペイも楽天市場に出店しております。あまりのインスタやってます。よかったらフォローしてください。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。